ングの技大三輪を紹介していきます。その前にチャンネル登録お願いします。はい、ということで大三輪ですね。大三輪は、まあ、見たことあると思います。そうですね、はい、OK ですか。でこれのやり方ですね、すごく簡単なやり方があります。僕もですね、昔これ僕しかできなかったので、その小学校の時とかですね、周りの人に、周りの人ができないようにこのやり方を教えてなかったんです。でもすごい簡単なやり方があって、これはですね、この回す時に足をこのボールの周りをこう回していくとちょっと距離が出ちゃうんですよね。このボールの周りを足でこうすると大きく回らないといけなくなるので、これを上げた時に膝の下上げて、膝の下落としてもう一回蹴ります。そうすると移動距離が短くなるので、この回す時間が短くて距離も短くて済みますね。なので膝の下落とすと簡単にできます。はい、ということでこれはですね、たくさん練習してやるといろんなボール扱いがうまくなるので、ぜひ試してみてください。ということで、よかったら高評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。